なでしこジャパンの快進撃が止まらない。あらゆる点で今大会最高のチームだと思う。日本は全てにおいて落ち着きがある。フィニッシュ、攻撃、守備、カウンターも並外れたものだった、イギリス、BBC より。こう絶賛したのは、元イングランド女子代表のエニオラ・アルコだ。現時点で大会ベストチームとの評価で、 確かに、なでしこジャパンはグループ参戦全勝と圧巻のパフォーマンスを続けている。グループ最終節では、優勝候補の一角であるスペイン代表を4対0で粉砕。世界トップレベルのチームでも圧倒できることを示している。技術、運動量、スピード、戦術レベルなど、あらゆる点でなでしこは世界トップと戦える。元スペイン女子代表のビッキー・ロサダは、 彼女たちはスペインのようなチームにも勝てることを証明した。日本は見ていてとても楽しい、と語っており、同じ感想を抱いた人は多いだろう。グループ3試合で11得点0失点と攻守両面で躍動しており、やはり得点が多く入るゲームは監修を魅了しやすい。初戦のザンビア戦のようにポゼッションを高めたところから相手を崩す攻撃もあれば、 スペイン戦で示したようにボールを奪ったところからの高速カウンターもある。引き出しの多いチームに仕上がっており、決勝トーナメントでもなでしこジャパン旋風を世界が待っている。